ッドキャキです。というわけで本日は目が悪いかいいか一発でわかる画像を紹介していきたいと思います。よく見たらここにほくろがある。目がいい人じゃないと見えない。昔から視力だけはってないすごいいいと思うんですよね。1以上あったと思うんです。スマートフォンって結構ずっといじっちゃうじゃないですか。それプラス僕編集するときってパソコンってずっと何時間もにらめっこしてるんで、もう最近結構視界がぼやけてる感じするんですよね。もやがかってるというか。ではもう目がいいか悪いかすぐ分かる写真を8枚用意したので、皆さんもね、動画見てる皆さんも一緒に診断していきましょう。私はもうこれでね、こう隠してガッガッ、こことこれとか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 やってたけど、今は画像1枚で分かりますか。それでは早速やっていきましょう。パチャリショ3枚ウィンウィン。それじゃあ皆さん一緒にやっていきましょう。一緒にやっていいかな。ああ、いいですよ。一緒にやりましょう。じゃあ、早速、1枚目を見ていこう。せーの。あ、これか。これ、前の動画でやったぞ、これ、多分。全然見えへん。これ、見えちゃったら目が悪いらしいんですよね。これをなんか、遠くから。ああ、やっぱすごい。これ、スマホで見るより、パソコンで見る方が、結構わかりやすいかもしれないです。これぐらいで見たら、文字が浮かび上がってくるよ。見えたら、目が悪い、本当かなって書いてる。結構離れな、見えへんかったってことは、目いい方ですね。続いて、行きましょう。2枚目。せーの。2枚目。何これ。上の画像はあなたにはどのように見えているでしょうか。もしアインシュタインの顔が見えているなら、あなたの視力に問題はありません。でも、マリリン・モンローの顔が見えたなら、あなたの視力は低下している。あ、へぇー。パッと見も、アインシュタインやった。薄目で見たらマリリン・モンローや。え？美女とおじいちゃんが一緒に見えるって、すごいなんか、複雑。ってことは俺が今まで美女やなと思って好きやった女の人は、もしかしたらはっきり見たらおじいちゃんやったんかな。この画像はアメリカのマサチューセッツ工科大学の研究チームが約10年の時間を費やした観察。へぇー。くっきりとした線で描かれたアインシュタインとマリリン・モンローのそのぼやけた画像を合成することによって空間周波数というもので視力に応じて見え方が変化する構造になってるらしいです。じゃあ3枚目いきましょう。えいっ、何ですかこれ。怒ってる、笑ってる。左上怒ってる、右上が無表情、左下笑ってる無表情。離れたら高かった。笑ってる、下笑ってる、下2枚笑ってる、下2枚が笑って上が無表情になってる。でもこれあるかもしれないですね。嫌なことからつい目を背けてしまっているというメッセージ性があるかもしれないですね。あ、でも不思議やこれな、顔変わんねんな。じゃあ4枚目いきましょう。何これ。視力の悪い人は女性の顔がより強く認識できる。あ、そういうことか。この時点で女性の顔に見えてたら視力が悪いと。離れよう。わあ、女の人、お、同じ顔になった、一緒や。5枚目。女性の顔はどのように見えていますか。この画像は視力の悪い人には女性がどんな顔つきなのかぼんやりと見えてくるはずですって。今のところほんま、なんかただの点々にしか見えへん。なんとか集合体の人苦手やろな。噛んでいこう。あー、そんな仲良くない友達に雪見大福半分ちょうだいって言われて、なんか答えづらいって顔してる。離れてみたらわかんねんな。あ、笑ってるじゃん。めっちゃ笑ってるやん。ド M なんだな。はい、6枚目。この画像も同じ原理。目の悪い人がマイケル・ジャクソンの顔に見えます。これはでも近くでも若干マイケルってわかるかも。やりたかっただけ。続いて7枚目。まあ、これもなんか全部同じですね。目が悪かったら見える。目が良かったら見えへんっていう。これなんだろう。若干わかる。モナリザちゃう？多分。あ、やっぱリザやん。で、8枚目。何やこれ。縦島次郎や。キリストか。なるほどね。あ、これは結構見えにくいかも。はい、ということで以上8枚見終わりましたけど、結構僕、目いい方かもしれないですね。やっぱほんまに視力の悪い人って、近くでも、そう、わかるんですかね。よかったらコメントください。あ、ミッキーさんどうでした？目良かったですか？悪かったですか？ちょ、これ被ってたら、ちょっと見えにくいわ。